まだ戦いは続くのだ。城はすでに落ちたという。俺は来るべき時を待つにふさわしいいただきで、それを迎えようと思う。信彦、待っていたのだ。かの日からこの時を。鼓動が高鳴る。地を蹴るたびに命が震える。水を振るう手が燃えるように熱い。見える、我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるたい、この私が家臣団随一の解決であると。その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。天獣も天獣か、唯我独尊。神羅万象、ことごとく世の前にひれ伏すがことありぞ。俺が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために私はそれを成しましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしは何が何でも細く長く生きてやるぞい。我が北条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ。俺様は誰だ。誰かいないのか。一人はいるか。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ、夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様の左腕となる許可。明日を守らんとする心よ、永遠なる雪村。ふっ、限っておるようじゃな。はっ、この雪村したたかに狂っておりますれば。うん、わしの心、お主の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。は、心得ましてござる。見ていてください、親方様。まあ、たこせがれ殿はいつにも増してでかい声だね。お、親父様。重そうだな、小せがれ殿。こりゃまた随分と拾い集めたもんだ。親父様もご存知の通り、それがし馬鹿正直者ゆえ片っ端から拾ってまいった次第。そいつはまったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。頼んだよ、雪村。お任せくだされ、親父様。ったく、真面目すぎるっての、うちの大将は。ちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ、お前もいてくれたんだな。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。ま、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。
ああ、それもいいな。楽しみにしているぞ、サスケ。我が友よ。大きいあなたが倒せ。投げてとる。皆の心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるわ。この雪村が皆と交わした最後の約束、そしてそれが我が兄との約束でもある。遅くなり申したが、これでも懸命にかけてまいりました。なれば徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える？お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる。その心を。人の強気だと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サラダ。人は弱く、儚く、脆い。確かにお前や信行、信玄公、信長公、秀吉殿、信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうでもサラダ、人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。皆の絆よ。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。な、古き者を切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。それができると信じる。そんな強き心を持てばよい。人が弱いと、己が弱いと知る者なればこそ、誠の強さを求めることもできるはず。人の強さを信じる心は、きっと貴殿に新しき時代に新たな絆をもたらす。それがしはそう信じているのでござる。天下人徳川家康のまことの強さを信じているのでござる。さらだ、お前は我が心の師信玄公の教えをわしに届けてくれたのか。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶんと待った。親父殿がお前を待てと言った。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。
お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。セナ、追うな。兄上は先頭を行く者だ。前へと進み、道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作る者だと親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道を違えてなどいなかった。ましてや進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。あなたの背中を目印に歩く人々の姿が、あなたの作った道を歩く人々の顔がそこにある。あなたが見るべきは誰の背中でもない、後に続く者たちの顔でござる。後に続く者たちの顔。俺は今お前を見ている。親父殿に言われた通り、お前を待ち、俺の背に追いついたお前の顔を見ている。では俺がこれまで見ていたものは何だったのだ。俺に見えていたのも雪村。俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れるものに追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。あ、そうだ。俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人を、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしが満ち満ち拾い集めて参った数多の心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。死せる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、先へと連れて行ける。その足が踏みしめる道こそ誠なる真田の道。彼らの声は新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世を二度と繰り返さぬために。雪村、お受け取りいただけまするか兄上。ああ、親方様直伝ゆえ、ちと手荒くなりますぞ。この信